フタル酸水素カリウムは酸性時を化合物であり、しばしば略して KHP と呼ばれる。白色粉末、無色結晶、無色溶液、イオン性個体を形成するフタル酸の一カリウム塩である。弱い酸性で空気に対して安定であり正確に重量を測ることができるため、しばしば水塩期適定の一時標準物質として用いられる。吸湿性は持たない。 前述の特徴に加え、溶液中の pH が非常に安定であるため、pH メーターの構成にもよく用いられる。熱重量分析における熱標準としても用いられる。水中では完全に乖離し、カリウムカチオンとフタル酸水素アニオンになる。その後、弱酸のフタル酸水素は、水と化逆的に反応して、ヒドロニウムイオンとフタル酸イオンとなる。 pH4.0 より酸性側にするか塩基性側にするかに応じて塩酸、または水酸化ナトリウムを組み合わせて干渉液として用いられることもある。さらに、全有機炭素の試験のための標準としても有益である。全有機炭素分析器の大部分は有機化合物を酸化して二酸化炭素と水に変換し、二酸化炭素を定量することに基づいていた。 多くの全有機炭素分析器は酸化されやすいフタル酸水素カリウムと酸化されにくいベンゾキノンの2種類の標準を用いて試験することが提案されている。ありがとうございます。